はい、彦坂直義です。今、NOW っていう団体展に出す作品の一番大きいのが出力できたんですね。小さいのはもうすでに出していて、5枚で1セットで、一番これが大きくて、あと順繰りに小さくなっていくわけですね。で、まあ無事に出力できて、これは一番グレーなわけですよね。だんだん色が濃くなっていくっていう形で、なっています。そういうわけで、田山さんと坂東さんが来てくれたので、見てもらってます。どうですか、見て。すごいですね。いや、まあでかいですよね。やっぱまあ国立新美術館に入れちゃうとそれなりの大きさになっちゃうんですけど、ここで見るとやっぱ見え方が違いますね。まあこれ水平で今見てるしね、基本的には垂直に立つわけなので。まあでもこういう普通に展示でもこういう見せ方あってもいいんじゃないですかね。なんか面白いと思いますけどね。いや、それはだから、そうですか。だから現実にそういう展示がゼロではないですけども、まああんまりやられない理由っていうのは、それなりにこう、なんていうかな、こう普遍的な原理があって、で、まあ僕フロアイベントだと水平やってますけど、フロアイベントっていうのはあの時期だけなんですよ。あの時期はいくつも出てきて、他の人もやってるっていうんで、こちらがやってるわけですけど、なんていうかな、ある普遍性を持つスタイルではないんですね。床のものってたくさんありますよ。でも実際の、教会の床があるとか、そういうことで、その床に何かをやってることっていうのはありますけども、やっぱり物を見るって言った時に、こうどうしても垂直面っていうのは非常に重要なわけですね。もちろん天井面もあるし、全部あるんだけど、だから僕でもスイーリングミュージックって天井の作品もあるけども、結局やっぱりこう垂直の面というのが深い意味を持つというのがあるわけですね。まあ、あと、まあ、巻いてるけども、ここに、他のもあるんですこね。れはもうさすがに出すのは無理まあまあ、もう今はあれですそうね、ですそう、ね。はい。そうですね。まあ、事故そうがあなりんでますす。けどね。紙ですから。だからこれから、この軸装の、加工をまたこれからしなきゃいけないわけですね。はい。軸装にして、まあだから別にほら、伝統的な意味でね、掛け軸っていうような伝統的なイメージをしたわけじゃないんだけど、実際の扱いとしてこういう平らなものを、まあ、これでもってそのパネル作って貼り込むっていうのは当然あり得るんだけど、全然始末が違いますよね。だからこれはもう私が軸装の加工をしたわけここですはね。ね、そうだね。だけど、まあとにかくその最終的にどうするかは別だけど、とにかく費用が全然違いますよね。搬入するにしてもトラックのレベルが変わっちゃうから、そうすると全然、まあ、大変になるわけですよね。だから、まあ、掛け軸っていうのがそのある合理性は持ってるわけですよね、結局。これはちなみに大きさは5メートルぐらいですか？いや、これ5メートルないで5す。あメーのトね、ルあぐそこの会場自体の天井高が5メーターなんですよね。それで、もう一つ別のところでの展覧会っていうのを考えてるもんだから、どうしても、まあ、4メートル以内に入れてくると3メーター60ぐらいだと思うんですね。まあでかさっていうのも、なんていうかな、まあ、それで5段階ですから、一応5段階の背の高さを、なんていうかな、ルールを作らないとダメだから、ということですよね。去年の展示は4本同じ高さでしたけど、今回は違えてると、5本そう、違うんですね。あ、でもこれ、切断芸術なんですよね。そうです。あ、そうそなんれですは、そね。ういう意味ではね、原則的には全部切断芸術で、一点正確には切断してないものがあるんだけど、それはだから、それがまあ、なんていうか、例外っておかしいけど、つまりゼロっていうのはあり得るわけですよね。切断ゼロっていう数字があり得て、2月の要8日は、かな、8日か7日か、あと3週間ぐらい。そこでまあ、搬入ということなんですけどね。7日に搬入ってことか、8日から始まるんですよね。まあ、そういう翌細かいこ日。と言われても、私の頭そのうです中にか。そういう細かいのがあってないから まあでも早めにここまで進めておいてよかった。いやー、だって去年はギリギリでした？覚えそんてなないことです。ないそか。ういうことも覚えてないですけど、ただ、
まあ、去年はね、だからその軸装の、まあ、プリントもそうですけども、初めてだったので、随分時間かかりましたけど、今回はあのやり方はまあ確立されているので、割とさっさとね。うん、でも今回だってもう実は何回もさトラブルがあってさ、まあだからそのパソコンが動かなくて結局新しい Windows を買ったんですけども、まあ、あなかなかもたあと消耗品の交換とかね、うん、だからこう大きくプリントするとまあ一気にこうインクとか消費したりして大変なので、まあそのすり始めればまあすんなりこうスムーズに機械動いてくれましたけども、ちょっと止まっちゃうといろいろと大事になるというね、うん、まあとにかくだからやっぱり大規模になってくると、まあ、何でも事故っていうのは非常に大きな問題ですよね。だからやっぱり途中でも何度も事故で結局ダメなのかなと、もうこれだと最後も最後まで分かんないですからね、それはやっぱり感じますよね。まあだからといってまあやらないわけにもいかないしね。まあだからただ事故が起きてさ、ああすいませんでしたってダメだったですっていうことをやっぱり言い訳をさ頭の中でも何回もやってさ、うん、やっぱりそういうストレスは高いですよね。非常に高いですね、ストレスはね。だからまあしかししょうがないよね。まあだからといって小さい作品がストレスがないのかってそんなことないしね。はい、まあ見てくださってありがとうございます、はいはい。一番背の高いのからですね、下までこう斜めになってるわけですけども、まあ、これはあの彦坂がその無文明って言ってる時に、つまり上から下に垂直に落ちてるんだっていう、そういう加工する時空間の中に僕たち生きてるんだっていうことを、まあ、あの作品の上でね、あの、まあ、説明的にやろうということが一つと、それからまあもう一つは、全部背の高さに大きい状態っていうのは前回去年ですね、やっているので、まあ、違う形にしたいと、いうことでありました。で、まあ、下に向かっていくということで一番上が、まあ高くてですねだんだん下に下がっていくわけですけど、それに伴って、色の方もですね、変わっていくわけですね。一番背の高い方が、グレーですね。で一番低い方が狂気の色になっています。つまり今何をしようとしているかというと、その5枚の中で、観客の方が、5種類の観客が 今の時代を生きているんだというふうにして、でその5種類の人たち全員に向かって呼びかけていく作品を作ろうとしているわけですね。で、まあ、そんなことしたって意味ないよっていうことは言えると思うんだけども、まあ、一応私としてはその観客が1種類じゃなくて5種類いるんだということを思うから、それをまあ一つの模型として作品の中に組み込もうとしたわけです。で一番下は狂気の人たちですね。それでその2番目の人は創造界だけの人たちっていう、で3番目の真ん中がですね、本当は創造界象徴界で芸術を分かる人っていうことなんですが、創造界象徴界やるとどうしても象徴界が出るので、そうするとまあ皆さんのこう嫌悪感っていうんですかね、象徴界に対してみんな嫌悪を持ってるわけで、現実の世界っていうのは法律もあるし、その象徴界がなしでは動かないわけですね。道路を走るんだって道路交通法なければ走れないわけで、象徴界っていうのは重要なんですが、それを皆さんその観客の方はこう嫌悪して嫌なものがあるっていうふうにおっしゃるのね。実際私がお店なんかやってもそうですけど、嫌なものがあるっていう人がいるので、でまあ代用品でこれは創造界と現実界の2階にしたんですね。でね、それはまあ一つはその本当は数ではないのかという疑いがあるんですよ。つまり2階というのは創造界象徴界でなくても創造界現実界であっても、2階は2階だから、2階でいいんじゃないかというふうに思うからであります。で3番目が創造界象徴界現、創造界象徴界現実界の3階かな、これはね、それから最後が10階あるんですね。創造界象徴界現実界サントムディープミステリーノーネーム越境未知その先死という、で現実にね、例えば有名なところでイーロン・マスクとかですね、とにかく現実に、社会的に優れてる人たちっていうのは人格が 10の10階があるっていうことなんですね。
それとまあ現実にその一番、背の低いところにその狂気だけある人たちっていうのはいて、そういう、こう多様な人間たちによって社会が形成されてるんですよ。で、多様な人たちがいるということを認めて、その人たち全員に向かって作品をこう発信していくというふうに、一応考えてるわけですね。まあ、そういうんだってね、結局建前だけであって、そうだからといって、皆さんに伝わるはずはないっていうのはね、あのまさにそうだと思いますが、だからといって、そういう試みをしてもしちゃいけないということも言えないと思うね。で、私としてはやりたかったわけですね。あの今という時代がやっぱりこう多様な人間がいて話せば分かるっていうような状態っていうのはもはや終わってしまってて、話しても伝わらないんですよね。で、伝わらないっていう状態の中でなお、まあ、社会っていうのはその集団を組んでるわけですから、その人たちに向かって、まあ、5種類の作品を作って並べることによって、そういう多様性を表現できればなというふうに思ったわけでございます。まあ、あの以上であります。というわけで、まあ、一つのなんていうかな、試みとしてっていうか、あるいは冗談として、作っていますので、お時間があれば見ていただければというふうに思います。以上です。